はーい、どうも VR のカリスマミオライダー高松です。この動画は360度 VR 動画なので、スマートフォンからお越しの方は YouTube アプリから必ず見てください。で、見たい方向を指でグリグリして自由に見るということで、英語字幕も表示できるようにしたんで、で、このシリーズはね、 VR カメラをつけて山手線を自転車で一周して、それを一駅ずつ実況付きで見ていくみたいな感じだね。時計回りで行きます。で、今回はね、上野駅から御徒町駅まで営業キロで約 0.6 キロしかないと。600メートルか。これすぐ着いちゃうね。だってもう4分半で着いちゃうもん。で、上野公園口からスタートだね。ということで、今回も短いけど、オープニングどうぞ。さあ、今回上野駅から御徒町駅までだね。まあ、公園口からだとね、そんな近いイメージはないんだけど、まあでも実際は 600m しかないんで、まあ動画もそれを物語ってるかのように4分半で終わっちゃうんでね、まあ、ちょっと短いけど、やたら今回字幕がすごい。俺字幕ね、前回と比べて全然入れたからね。こここの坂、ちょっと長い坂あるんだけど、それを降りて、まあ上野のメインなところ、アメ横の近く、結構俺字幕入れたかな。確か左がね JR 線があって、で右が上野公園ね。今スタート地点からゴール地点の全体図の地図も右の方にあります。まあ直進だよね、ほとんど住宅街行くわけでもなく、はい。で、上野の森美術館、これ結構よく聞くよね。行ったことないな。それがちっちゃい頃行ったのかな。上野駅山下口、上野すごいから、ね、もう何々口何々口ってね、もうたくさんありすぎてよくわかんないもんね。待ち合わせなんか絶対これ迷っちゃうぐらいあるからね。今度は忍ばず口で、右に京成線、京成線は成田空港とか行くときね使うんで、で、これ有名なね、アメ屋横丁、通称アメ横だね。左はずっとね、JR の線路があって、その下にこう、お店がたくさんあったり、で、右側、左側、左右、お店だらけ。まあ、なんだろう、お正月とかは、ね、めちゃめちゃ活気があるんだよ、なんか。縁起がいいから、みんな買い物するから、こう、めちゃめちゃ人がすごいの。もう、歩けないぐらい、わーってあって、で、おっちゃん、おばちゃんが、安いよ、安いよーって売ってるんだよ、物を。でもこれね、早朝の撮影なんでね、まあ、店もやってなければ、活気もクソもないってね、まあ、この時間アメ横来る人いないから、業者しかいないから、なんか業者の人がやってるっしょ、なんか準備というかね、仕込みみたいな、まあそういう絵が見れるのもある意味レアかなと。だってお店開いてないと来ないでしょ、普通こんなところね、こんなただのシャッター街。まあ逆にこういう一面もあると、あんなに人だらけのアメ横が。まあでも今年はウイルスの影響で多分そんななんないと思うけどね。昔はすごかったんだけど。で、まあずっとこう上野から御徒町の駅まではもうね、アメ屋横丁通り。そう、まだまだこれアメ横だからね、ここの地点も。右の方には地下鉄の駅があったり、銀座線とか。まあ結構この辺ごちゃごちゃしてますよ。店だらけ、線路だらけとか。で、歩いてもすぐだからね。だって600メートルだから、上野御徒町の定期券持ってる人いないんじゃないかっていうぐらい。で、西日暮里と日暮里が500メートルで、で、上野御徒町が600メートルだからね。うわ、もう着いちゃったよ。はい、や、もう何にも喋ってないよ、感覚的にね。ここ御徒町の北口、北口です。もう着いちゃったよ。で、ゴール地点のね、地図も貼ってあります。いつも通りです、いつも通り。で、次回はこの御徒町駅から秋葉原ね。秋葉原もね、めちゃめちゃ有名なんで、ということで、また次回。